どうも、LR チャンネル金曜日担当の鈴木翔次郎です。僕が今日紹介する映画はこちらです。探す。片山晋三監督による2022年の劇映画です。最高に面白かった。今年のなんか一本指標になりましたね。これを超える作品が今年この後出てくるのか。ここからネタバレになるんで、佐藤二朗さんが良かったな、日本の孫悟空なんだみたいな風に、娘役の伊藤葵さん、葵さんはもう常にお父さんに恵まれてないっていう。あと僕びっくりしたのは森田美里さん、最後のエンドクレジット見て森田美里、あの前田監督のね、森田美里さんの名前見た時、えどこにと思う。佐藤二朗さんがね、あやめちゃうというか、その奥さん役が鳴島透子さんで、あれは鳴島透子さんにしかできない奥さん役だろうなと思って、また佐藤二朗さんだろう なんかそのね、コンビの相性がまた素晴らしいなと思って、なんだろうな、スリラーっていう風に最初宣伝文句では言われてた、ホラーっていうかスリラーみたいな感じだったんですけれど、僕はなんか本当ブラックコメディっていうか、人間ってこうだよねっていうところでもうすごいひどい方向に行くんだけど、全部そこ笑えるっていう、泣きと笑いが同時に起きるみたいな、すごいブラックコメディだなと思って。で、絶対に本当にこれもう笑わせにかかってきてるんですけど、カメラのピントが合ってないところでもなんかみんないろいろやってて、だからボケが全部、脇でやってるボケにピント合ってないんですよ。本当にカメラのピントが合ってないんですよ。でも、しっかりボケてるっていう、街中で走って犯人追っかけてる伊藤葵さんのことを助けようとしたそこら辺の通行人のおばさんがゴミ箱の蓋を盾にして、で水かけるひしゃく、あれをなんか武器にしてこうやって助けに来るっていうのも、そのおばさんのそこにもピント合ってないんですよ。でこれって多分やったらめちゃくちゃベタなんですけど、ピントが合ってないから、あ、細かいところでなんかやってるっつって笑えるんです。でラスト伊藤葵さんの彼氏役の子が、伊藤葵さんが食べかけのアイスこうやって渡して、まあ、その食べかけのアイスもそのね、300万円を埋めたところに使ってたの当たり付きのアイスでも引き換えたアイスなんですけど、それを受け取って「わっ」つって、これ俺食べたらこれ関節キスになっちゃうんじゃないみたいな細かい演技してるんですけど、そこも画面の奥でやっててピント合ってないんです。でもしっかりボケてるっていう、あれもピント合ってないから面白いし可愛いしっていう、本当にその映画全部で常に笑かしにかかってるっていう、片山組が本当に笑かしに来てるぞっていう、全力でっていう、去年見た子供は分かってあげないの沖田組が本当に全力で笑かしにかかってきてるぞ前編通してみたいな感じでね、すっごいそこも僕大好きでした。どんなにひどいことがあって、どんなに目の前でグロテスクなことが起きてても、ちょっと変えることによって笑えるようにシーンにしてるっていう、でもそれは全部人間のそのなんだろうな、人間の生理だったり、心理だったりっていうことを元にして笑い歌詞にかかってるんで、本当に笑えるし泣けるしっていう、本当に生きてるし死んでるしみたいな。でこれ本当にもうラストシーンの卓球のシーンがあるんですけれども、親子で卓球の、ピンポンのラリーをやってて、で僕見ながら、あ、これ CG だなと思ったんです、その卓球の球がね、2人でこうやってずっとラリーで打ち合ってるんですけど、その球が全部 CG だろうなと思って見てて、でまあまあ CG だったんですけど、それを逆手に取ってその後こうやってまた球出してもう一回ラリーするんですけど、その時にはもうその球を CG にしてないんですよ。だからただ2人でこうやって向き合って打ってる仕草をやってるってだけで、でも音はつけてるんですね。そこの素晴らしさ、その映画的な、CG っていう遊びの部分を演出に入れて、今までこうやって親子で球を CG にしてラリーして会話をしてるつもりだったと。でその後また同じようにやるんだけど、その時にはもうその CG で球をつけてないと、実は会話をしてるようで意思の疎通をしてるようで、二人の間にそのピンポンの弾はなかったんだっていう、なかったんだ、もしくは、なくしたんだっていう、それを表してると僕はまあ、見ててそう思ったんですけど、僕的な解釈としては。
その演出の遊び心、CG で入れてた球をなくすことによって、親子の意思の疎通が実はあるように見えてたんだけどなかったんだっていう、あの演出はちょっと秀逸すぎてっていうか、遊び心ありすぎて僕はすごいなと思っちゃいました。本当にすごい。まあ映画全編なんですけども、本当にすごいものを見せられたなと思いました。はい、今僕公開2日目に見に行って喋ってるんですけれども、まあはい、ぜひもう映画館で見てください。すごいもん本当に見せられたなと思います。はい、まあポン・ジュノ監督の助監督もやられてたっていうので、三崎の兄弟とは違ってちょっと映画のルックとかもそうなんですけど、ちょっと韓国映画っぽいで、物語の進行とかもちょっと韓国映画っぽいとかもあって、すげえぞっていう、日本映画また一個すごいとこまで来たなっていう作品でした。ぜひぜひ映画館で本当に今すぐ見に行ってください。最高です。今年の暫定1位です。今年これがを超える作品が出てくるのか、それを楽しみに、1年また映画 見ていきたいなと思います。今週は以上になります。また来週もよろしくお願いします。鈴木翔二郎でした。